大学生まではインクルーシブ教育があるわけじゃないですか。で、障害のある人も障害のない人も変わらずみんなでっていうインクルーシブ教育があるんだけれども、実際にこう社会に出て成人してから街中をこうやって見渡すと、あんまりこう知的障害の人を見かけることって日本でもあんまりまだないんですよね。カナダはどうですか？いや、カナダも同じだと思います。なかなかやっぱりその、車椅子の方は多いですけれど、知的障害だったり自閉症だったり、ダウン症だったりっていう方を見かけないんですよね。そうですよね。光ちゃん、外の光だと思うんだけど、すごく顔の街中でね、そういった知的障害の方とかそういった方々を見かけないっていうのは日本もカナダも同じなんだよね。そうですね。みんなどこにいるんだろうね。そうなんですよ。不思議ですよね。やっぱり日本だとやっぱり自宅から、通所している人は自宅と作業所の往復のみだったり、するんですよね。で、障害のある方が乗る専用のバスがあって、送迎のバスですね。見たことあります。それで行き帰りをしているので、だから会うことがないんじゃないかなと思うんだけれども、まだまだやっぱりカナダでも社会的に見てちょっと障害のある人はちょっと違うなっていう見られ方をやっぱりしているのかな。そこが難しいですよね。やっぱり大学までそういう個別計画書とかあって作ってもらって、インクルーシブ教育でってきても、やっぱり社会に出るっていうのは働くっていうことですよね。そうなると、じゃあ社会がその彼らをちゃんと受け入れてるかっていうのはちょっとまだ疑問が残るのかなとは思いますよね。インクルーシブ教育をするためには、まずその担任だとか EA さんとかリソースティーチャーさんだとか、そういう方々がものすごくインクルーシブな教育を受けていないといけないわけじゃないですか。ただそこにもちょっと問題があるようで、そのリソースティーチャーさんだとか EA さんっていうのは特別支援について教育をもちろん受けてはいるらしいんですけれど、じゃあ担任はどうなのかって言ったら、担任の先生っていうのはすごく人によるところが大きいそうなんですよね。だから全員が全員特別支援にインクルーシブで習ってきたっていうわけではないそうですね。やっぱりその社会に出た後のこう障害のある方の生活がこう分断されちゃっていて、こう社会であまり見かけることがないから、余計にどんどん離れていっちゃうとこあるよね。そうなんですよね。でも目に見えたからって言って問題がなくなるわけじゃないじゃないですか。だからこそこう彼らがもっと表に出て出れる機会をもっと作っていかなくちゃいけないなと思いますよね。本当、それどうしたらいいんだろうね。そうなんですよね。なんかもっと世界にいる人ももっと知りたいとか、知っていればそんなにこうって思わないっていうところがあったりするのに、ちょっとここ定かではないんですけれど、日本ってその作業所とか就労支援施設があるじゃないですか。カナダだとなんかそういうのがなさそうなんですよね。結局そうしてしまうとやっぱりインクルーシブではなくなってしまうからなのか、やっぱり障害者の方が働くってなると、その一般企業の利用者だとか、本当に日本みたいに障害者の仕事ですっていうのはもしかしたらないのかもしれないですね。ダウン症のある方なんかはよくマクドナルドとかそのところで働いてる、あとコーヒーショップ、コーヒーショップはありますよね。そういうのが日本ではまだそんなに、例えばある地域ではあるかもしれないけれども、そんなにそこはスタンダードになってないですね。そこがちょっと違うのかなと思いますね。はい、今日はいろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。